どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回は以前ご紹介したあの美課金の方向けのあの無課金美課金の方向けの500円レッドアイズっていうデッキ覚えてますでしょうか皆さん。あの500円で組めるレッドアイズっていうのをね、まあ、ご紹介させていただきまして、まあ、そちらの動画もよかったらねご覧いただければなと思うんですが、500円でできるデッキ、レッドアイズデッキ結構強い、まあ、デュエルキングになれるレベルの500円でできるデッキがあるんですよ。リンクスには非常に有能ですよね。でその美課金向けレッドアイズ、500円レッドアイズ、ワンコインレッドアイズをその究極形態に進化させたらどうなるかっていう、まあ、そういうデッキを今回組んでまいりましたので皆さんにご紹介していきたいなと思います。あの要するにですね、あの500円レッドアイズを作っていただいた方であれば、そのこれからどうやって強化していこうかなっていう思う方いらっしゃると思うんですよ。それの、まあ、最終形態、ここを目指していただければ、まあ、今のところ一番その強いと言われているレッドアイズデッキが、組めるんじゃないかなと、まあ、そういう風に思ってます。でそれがこちらですね、今回ので、あの入手方法とかも説明していきますね。で、ちょっとね、あのワンコインでできるかっていうと、あ、まあ、もちろんそのジェムがあればできるんですけど、ワンコインでできるんですけど、ちょっとですね、ムックカードがすごい多くなります。で、しかもパックに結構分散してるんで、まあ、これは、ま、長期的な目で見て、もう多分レッドアイズ規制されるってことはないんで、これからね、レッドアイズは規制されるってことはないと思うので、あの、長期的に見て、長い目で、こう、パックを向いていくっていう作業の中で、狙っていただければいいのかなっていう、思いますね。まず、新パックで登場したこのギアフリード。これをね、1枚以上、1枚くらいあるといいですね。ギアフリード。これね、あの新パックで登場したカードで、装備カードを装備するとそいつを破壊して相手の魔法トラップを選んで破壊するよっていう効果と、あと装備カードを墓地に送って、レベル7、以下のレッドアイズを蘇生するよっていう効果を持ってるんですよ。で戦士族なんですね。でしかもインサイドで落とせる。でこれ結構強くてですね、これねできれば1枚欲しい なので入手方法のこのマスターオブシャドウ、これを、まあ、ミニボックスなんですけど、これなんとかして1枚確保していただいた方がね、あのいいかなと思うんで、で、まあ、まあね、運が良ければね、なんかその最初の方に、そこに埋まってなければすぐゲットできると思うんで、まあこれジムでも向けますしね。はい。ということで、これ向いていただいて、まあ1枚くらいあった方がいいかな。2枚はなくてもいいですね、多分。2枚はなくても、もう1体は何か違う戦士族。例えば、異次元の戦士とか、異次元の女戦士とか、まああの、他に、あの、皆さんが持ってるね、強い戦士、1枚なんでもいいかもしれません。まあ一応1枚はあった方がいいですね。はい。で、これです。ブラックメタルドラゴン。これはね、入手方法ちょっと昔のパックなんですが、ブレイジングローズっていう、この、パックで、これね、これめっちゃ強いんですよ。このブラックメタル。これ UR で、しかもメインボックスなんで、かなり向きにくいんですよね。なんですけど、これなんでおすすめするかっていうと、まずそもそもこのボックスにはね、ブラックローズドラゴンっていう、これからも無限に活躍するであろうシンクロモンスターがまず入っていると。で、そこでまず無価値があるんですよ。で、さらにですね、このボックスの中に、まあまあベビードラゴンももちろん入ってるんで、レッドアイズ強化にもなってるんですけど、サブテラーがあるんですね。サブテラー、あとメタファイズもあります。けどね、結構ね、このボックスね、無機毒みたいなのがあって、そのサブテラーとか組めるんですよ。この狙ってると、このボックス。なんで、これ結構ね、おすすめ。むくんだったらおすすめですね、これ。結構おすすめ。サブテラー、その、レッドアイズ狙ってたらサブテラー組めたみたいなパターンあると思うんですよね。なんで、これはね、あと、これドラッコンバーミリオンとかもあるしね。なんでね、これはね、その、これ、まぁ、ちょっと、きついけどね、正直、メインボックスの UR を、2枚、集めないといけないとこあるんで、ちょっときついんですよ。きついんですけど、なんとか、ジェムとかを、まぁ、ちょくちょくちょいちょい貯めて、まあ長い目で見て引いていただければいいのかなと。これは無限に活躍しますから、これからもレッドアイズデッキ、今でもブラックメタルドラゴン入ってることは多いから、うん、まあ、これはね、向いていただいて、まあ損はないのかなと、はい、思ってます。なのでこれを2枚ゲットしていただくと、このパックですね。で最後にこれ、狡猾。結局ね、狡猾がやっぱり強いですね。いろいろやりましたけど、試しましたけど、やっぱ狡猾が一番強い。これはドリームチケットとかで狡猾を1枚ゲットしてもらって、でもう1枚はまあ、ジェムかなんかでね、向きながら狙ってもらうしかないかな。ビジョンオブアイスとか、このパックミニボックスなんで、まあ、そんなに出にくいくはないんですよ。で一応ここに入ってるんですよ。これ1枚、もう1枚1枚ドリームチケットとかでもいいですけど、もう1枚ゲットしてもらって、で、2枚積むと。なんで2枚かっていうと、初手絶対引きたいんですよ。
初手引くと強いんですよ。これもちろん墓地でトラップカードない あると使えないけど、1枚引けば強いカードはやっぱ2枚とか3枚とか入れた方がいいと思うんで、これ2枚、これなんでかっていうと、このスキル墓所封印してて、墓所封印すると相手の破壊耐性とか結構無視できたりして、この狡猾が通ったりするんでね、結構強いんですよね。ブラックマジシャン相手とか、あ、知らぬい相手とか、あ、そういう相手にも結構強いく出れたりするんで、まあ、これは2枚あった方がいいかなっていう、そういう感じですね。はい、で AD チェンジャー、これも、まあ、カードトレーダーでゲットできるんで、カードトレーダーで、交換していただくと、そういう感じになってます。そうするとですね、これが完成するんですよ。ほぼほぼ完成ですね。そうするとなんで、よかったらですね、ビカキンレッドアイズ作っていただいた方は、まあ、ちょいちょいこうジェムとかをなんとか使って向いていただいて、このデッキを、まあ、そのレッドアイズデッキの、まあ、一種の完成として参考にしていただければいいのかなと思っております。それでは早速デュエルご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、バンデットキース選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。まあ、ハンドはそこそこですかね。まあ皆さん多分ね、ちょっとね、無課金美課金でやられてるから、まあ無課金だと無理か、ストラクチャーを向かないといけないから、美課金でやって500円でレッドアイズデッキ作った方、いらっしゃるかなと思うんですが、私の動画を見ていただいて、ちょっとですね、だいぶハードルは上がりましたね。このレッドアイズ最強強化版、レッドアイズ最終強化版、最終形態、難易度がだいぶ上がりましたね。やっぱりブラックメタルを入手するっていうことも必要だし、狡猾をね、2枚ぐらいゲットするっていうのも必要だし、ギアフリードを向くっていうのも必要だし、ちょっとね、ハードルは上がりましたけど、ただね、ブラックメタルのパックとか結構ね、おすすめなんですよ。めぐるとか入ってるし、めぐる戦い、生物をめぐる戦いとか入ってるし、あと、ブラックローズとかもね、サブテラーとかもいけるんで、サイフレーム強えな。ちょっと、インサイト発動していくか。インサイト発動、これはさすがにエビルか。エビルでも落として、でフュージョン持ってくる感じしかねえか。フュージョン持ってくる感じしかねえな。で守備表示じゃねえ、これ。これ守備表示じゃねえ、これ守備だな、守備だ。でスラッシュを守備で出していこう。女戦士しかないか。女戦士 AD 落とす意味はあんまりないんだよな。女戦士、あ、女戦士でいいか。一旦女戦士ね。これもしかしたらね、レシピの時にはギアフリ2で紹介してるかもしれないですけど、1枚ギアフリでよくて、もう1枚は女戦士かなんか、その環境にある程度強い戦士族とかでいいんじゃないかなと思いますけどね。これギアフリ2にしとくとね、インサイトでギアフリ落としてっていうことができるんだけど、まあこうじゃないかな。で守備で出すじゃないですか。守備で出して、守備出しからの、これでね、サイフレームの効果使えないんですよ。サイフレームの相手の効果は、攻撃表示で特殊召喚されたモンスターをお互いに、除外するよっていう効果なので、まあ、こうすればいいんじゃないかな。一応セットしておくか。で帽子を打った方がいいかな。除外しかモンスターいないんで、帽子は打たなくていいかな。で多分まあエンドフェーズになんか回収するよみたいな、デッキトップかデッキ一番下に除外されてるカードなんかから1枚を置くよっていう効果を持ってますね。雷合流は OK です。把握で、あとはこの狡猾をコズミックサイクロンされないことを祈るのみなんだけど、スタンバイで何か光る、あ、光るね。コズミックサイクロンあるから、まあ、コズミックサイクロンあったとしても別に、一応ね、今は無効にできるんで、黒金竜の効果でね、黒金竜の効果じゃねえや、スラッシュの効果で、でバトルフェイズ OK、よし、OK、分からせよ、分からしていく、しっかりと最強カードで分からしていく、よし、多分これ、インチドローなんですけど、戦闘で破壊しなければね、インチキドローは発動しないんですよ。キースさん、どうですか、困ってるようですね。はい、で、はい、で好きだ、うわ、狡猾が強いわ、狡猾が。さ あお会いしました、石津石田選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。もうほんと石津リンクスだわ遊戯王石津石田リンクスになってるわ、マジで。
これもどうせさ、あれでしょ、あ、墓所でしょ、スキル。マジでさ、マジでさ、スキル作ってるやつってバカなんかな。スキル作ってる人ってバカなんかな。なんか調整下手すぎん。俺たちに付き合わせてくれよな。俺たちに付き合わせたから絶対まだいいゲームになるわ。マジでキャラゲーの意味ないや。もうスキルとか廃止すればいいのに。スキルなんて廃止すればいいのにって、もうもはやここまで来ると思うよね。もうもはやだよ、もはや。まあそれはリンクスの特有のなんか楽しみ方なくなるから、まあ嫌だよっていう気持ちも僕あるんですけど、ただここまであまりにもキャラクターでデッキがつかないとなると、逆にもうそれか、逆になんか全部のスキルを全キャラが覚えるみたいな、全キャラがそのスキル自由に選択できるみたいな。あ、今これ結構俺いいこと言ったな。ちょっと待って、レッドアイズリターンでいいか。なんか結構いいこと言ったな今。ちょっと待ってくださいね。まずですね、まあとりあえずレッドアイズフュージョンは打つんですよ。レッドアイズフュージョンは打つんですよ。で、スラッシュは出すんですよ。多分ここに、おそらくナビゲートがあるんだったら打ってきますよね。絶対に。絶対に打ってくる。ここは。100-0 で打ってくる。100-0でこう打ってくる。だってガーディアンの力、つけられたらやばいもん。レッドアイズ的にも。あ、だよね。で、ワージシャンズナビゲート効果で、ブラックマッシャン出てくる。ブラックマッシャン出てくる。で、イリュージョンかな。はいはいはい。で、スラッシュ除外されていく。除外されていく。じゃあ、まあ、スキル発動して墓所封印する。で、セット AD の方でいいかな。セット AD でいいね。で、セット、で、ターン終了だ。OK。これで、ナビゲートの効果は、墓地ら除外したと魔法トラップを、無効にするっていう効果を持ってるんですけど、今、墓所封印打ってるんで、墓地からカードを除外できないよっていう、まあ、段階なんですよね。はいはい。で、殴ってくる。一回 AD は殴らせっか。AD は殴らせて、そこらしい対策だけしときましょうか。はいはい。OK です。で、イリュージョンで殴っていくのは、まあ、一回スルーでいいんじゃない？で、そのスルーで、で、AD だけ送らせておいてからの、バトルステップまで自分よろしいか？くらえ！狡猾な落としやな！くたばれ、くっそ、マジシャンか！ナビゲートの方が使えなくて困ってんだろうな。使えねえよ。防所封印中だ。おらで、一応、ナビゲートの、まあ、効果で表側は無効にされるんで、まあ別にあんまり意味ないんですけど、一応発動だけはしておいてからの。で、ドローしていく。フュージョン来た！フュージョンも来た！フュージョン打っていくか。フュージョン打っていくか。いや、難しいな。フュージョン打って、ギアフリードでもいいんだよな。ギアフリードでもいい。ギアフリードいくか。ギアフリードの方がいいかもしれない。あー、難しいこれ。どうしよう。さすがにフュージョンか。フュージョン打って、で、戦士、レッドアイズ。今ね、ワンキル取りに行くんだったらギアフリードでもいいんですけど。ギアフリード、弱ってほしいんだよな。まあいいや。で、バトルフェイス入って、スラッシュでぶん殴っていく。で、スラッシュでギアフリードを装備していく。OK。今のギアフリードでよかったな。なんか何のチームもなかったから。ギアフリ召喚からの、リターンオブレッドアイズで、エビル蘇生して、エビルだっけ？エビル落ちてるよな、確か。確かエビル落ちてたと思うんだけど、あれ、エビル落ちてねえか。エビル落ちてなかったら、今の正解だわ。見てなかった、やべ。さあ、ただ、墓所封印が強いです。墓所ナビゲートがめちゃくちゃ強いです。そしてもう一回ナビゲートを無効にします。もうギアフリードついてるんで、もう怖いものありません。さあどうするんでしょうか、石津設楽選手困っております。もう一回ね、この盤面を作ってしまうと意外と、はいはい、でロットね、ロットはオッケー。ロットはオッケーで、一回エビル落ちる。まあさっきのターンでギアフリーエビルでよかったかもしれないな、普通に。知れなかったから。で、エビル、はい。よし。これでブラックマジシャンがね、出てきたところで、無効になりませんから。ナビゲートはね、墓地に、違う、フィールド上にブラックマジシャンがいると、墓地から除外して、表側の、カードの効果、魔法トラップのカードの効果を無効にするよっていう効果なんですけど、ブラックマジシャンがいない状態であれば使えないんで、一回使っておいちゃった方がいいという話ですね。はい。さあ、あとは困るんじゃないですか。あと1600
1600をひたすらにぶん殴るっていうゲームになります。これ1600をひたすらに殴るっていうゲームとなりそうでございます。自爆特攻しておかないと死ぬのでは、あの人。あ、しないんだ。なるほど、しないか。ガーディアンの力、あ、最強だわ。最強カード来た最強カード来た。勝ったな。ああ、冬月勝ったな。ああ、来た来た、これ来たわ。よし行こう。で一応デュアルして、デュアルして、で墓地でレッドアイズもいるんで連打は可能です。バトル行けー。レッドアイズカシュドラゴンの攻撃ダーク、メガクレアモドキ、ナビゲートいいだろう、ナビゲートいいだろう、ナビゲートの効果はいいだろう。ブラックマシャン出てくるか、出てきて1枚除外するか、1枚除外するか。で私も除外していくか、ロットしかない、ロットしかない。で魔導陣効果使っていく、対象取っていく。でレッドアイズスタッシュドラゴンの効果、ギアフード墓地送って無効にしていく。ナビゲートの効果でガーディアンの力か、オッケー。関係ねえけどな、関係ねえ、そんなカードは。おらおら、くたまりやがれ、このクソ強え棒、強え棒立ちは甘いでは、強え棒立ちは甘いじゃない。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、闇遊戯選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、レッドアイズエンサイトの効果を発動。インサイトの効果によってレッドアイズライトニングロード、エビリディモン墓地を振り、リターンオブレッドアイズを手札に加えていく。そしてレッドアイズフュージョン発動。俺はレッドアイズの魂とブラックマジシャの魂を墓地の振り、レッドアイズドラグーンオブレッドアイズを融合召喚、間違えた、レッドアイズスラッシュドラゴンを融合召喚。そしてガーディアンの力を装備、はっ。そしてリターンオブレッドアイズセット、あ、狩猟、あれでしょ、なんか城の内 DSOD 城の内のレベル35の報酬がなんかドラグンオブレッドアイズなんでしょ無の煉獄つえ、やべえ、マハード来た、やばい。てかマハードやばくない、闇属性となんか戦闘する場合なんか倍になるみたいな攻撃力が、あいつやばいんだけど、普通に5000超えらんねえよあいつ、キモ。あ、でもエビルいるからいけるか、エビルがいるからいけるわ、エビラーがいるからいけるわ、エビちゃんがいるから、エビちゃんが、エビちゃん懐かしいな。これやばくない、これどうなるの、嘘でしょー。